子供の国駅は宮崎県宮崎市大浅、カエデンにある九州旅客鉄道日南線の駅である遊園地、子供の国の前に位置する。1923年10月22日に宮崎鉄道が沈田温泉駅として開設した。1939年3月に宮崎鉄道と宮崎バスの趣旨で子供の国が開設された際に 従来の沈田温泉駅を廃止し、新たに子供の国駅が開設された。キロほどは南宮崎起点1 2 0トルから1 1 3トルと7 0 0ル起点よりに移転したことになっている。1943年8月24日に運営母体が宮崎交通に改組され、1949年からは表記が子供の国駅とひらがなになった。 しかし宮崎交通の鉄道線は他の交通機関との競争に巻き込まれ、1962年6月30日にお別れ列車を運転して7月1日付で廃止となった。日本国有鉄道が日南線建設のために買収することになり、翌1963年5月8日から国鉄日南線として営業されることになった。この際に再度漢字の 子供の国駅となった。鉄道線の買収に際して、当時の宮崎交通の経営者の岩切翔太郎は、子供の国駅の存続と、駅にある強築桃の長い植え込みの維持という異例の条件を、国鉄に対して求め、受け入れられた。これは岩切が先人の思いを残したかったのだろうとされ、実際にこれらの条件は守られ続けている。 短式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎は待合所、上屋と一体化した簡単な作りとなっている。普段は無人駅だが、毎年春に開催される宮崎フラワーフェスタの開催期間中は、休日を中心に駅員を派遣し、配置されることがある。2015年度の1日平均乗車人員は39人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。 ありがとうございます。